ウリさん、今回もありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、僕とこうウリさんがつながる一つのきっかけでもあったこのお互いに YouTube をやっているというところで、ウリさんのですねこの YouTube の取り組みというところとかについてお話を聞けたらと思います。まずは、ウリさんがこの YouTube、始められたきっかけというところを教えていただけますか。はい、そうですね、一つはもともとコンサルの仕事をしているときに社員の教育とか研修っていうのはずっとやってきたんですけども、やっぱりその企業に合わせて毎回カスタマイズしてってやっているとすごい手間ですし、毎回資料を作るっていうのもすごい大変なので、やっぱりその僕自身の考えを明確に表現したツールが欲しいなと思ったときに、やっぱり YouTube だよねってなって、それから作り始めたっていうのがきっかけですね。なるほどですね、すごい分かる。僕もまさに毎回カスタマイズをしているので、この手間がやっぱり確かにコンサルタントやってると大変なんですよ、ね、あるあるですよね。あるあるですね。なるほど、その視点から YouTube の方に。なるほどですね、この時も YouTube を始める時はやっぱりもうチャンネルのイメージとしてはもう店長さんっていう、このやっぱりこうもう今置かれているその中心のターゲットとするところにもう絞って決めて始められた感じですか。そうですね、もうやっぱりベンチャーの企業に関わることが多かったので、やっぱり店長もそうだし、はい、その店長を目指している人たちがやっぱり勉強が全く足りてないっていう現実をやっぱすごい見てきたっていうのがあったので、はい、やっぱりそこに大手は勝手に会社の中で勉強していくと思うんですよ。だからベンチャーの社員さんにもうフォーカスしてるっていう感じですね。なるほどですね、この実際にこうスタートした時というのはウリュウさんの中ではこう YouTube に対してこう事前になんかこう知識とか経験っていうのはあったんですか。全くないですね。あ、全くない状態から、ただその、はい、顔出しして喋るってやっぱりあんまり研修で人前で喋るのは全然得意なんですけども、はい、カメラを前に一人で喋るっていうのがなかなか苦手だったので、はい、もうあのスライドを作ってそこに声を吹き込んでっていう形であれば、うん、あの全然抵抗なくできたので、まあそれでそのスタイルで今やってるって感じですね。なるほどですね。あ、これはでもすごいね、僕が逆に刺激をいただきますね。僕は逆に顔出して話す方が得意だったんで、逆にそっちで突っ走っちゃったっていうところがありましたんで、なるほどなるほど、スライドを先に作ってそこに吹き込んでいくっていうやり方ですね。そうですね、まあ、ある意味顔が見えないこうコンサルタント動画っていう感じですよね。そうですね。なるほどなるほど。これのマックさんというこのキャラクターについては、これはどういった経緯からこうマックさんが誕生したんですか。あのどういう形でやろうかなって思った時に、はい、やっぱりなんかキャラクターがいた方が説得力あるかなと思って、まあ、自分の写真を、はい、そういうこうイラストに起こしてくれる人に、はい、まあ、あの表情、あの笑ってる怒ってる悩んでるみたいな顔を5種類ぐらいですね、はい、作ってくださいってお願いして作ってもらったのが、あの YouTube のキャラクターですね。そうでしたか、はい、なるほど。あ、普段からマックで活動してるんではなくて、もうあくまでこの…あ、そうですね。あ、なるほどですね。の僕がマコトなので、はい、マック。あと、アップルが大好きで、MacBook を使ってるので、マックって、そこちょっとかけてるんですけど、それでマックっていう。そうでしたか。そういうことです。なるほど、なるほど。勝手に勘違いして、あのマクドナルドに関わっていたのがあるのかなって思っちゃった。マクドナルド大好きですけどね。ああ、僕も大好きですね。アップルの方っていうね。なるほどね。そうでしたか。なるほどなるほど。ではの実際にこれ YouTube をスタートされてみて、今度はここ大変だったなっていうことっていうのはどんなことがありましたか。大変だなって思うのはやっぱりその資料をそのスライドを作るっていうところから全部やってるので、やっぱその何をネタにするのかとか、はい、その伝えたいことがあってもそれをスライドに起こすっていう作業が非常に実は大変で、そのなぜその
スライドにしたかっていうと、はい、やっぱりその文章だけのスライドで、うん、じゃあ飲食の人は活字あんま読まない人多いっていうふうに思ってるんですけど、はい、文章読みますかって思った時に、うん、やっぱりなるべく活字を減らして、うん、その絵とかで図解で表現するってことにやっぱこだわってる部分もあるので、うん、やっぱ そこをやるためにやっぱり作っていくってところが一番苦労してますね。なるほどですね。これ大体どれぐらい一つの動画作るのにどれぐらい時間をかけてこのスライドのシナリオっていうのを作ってるんですか。まず、メモにそのネタどういうネタを作るかみたいなのをバーッと書き出して、はい、まあ、なんか自分がこうピックアップしたものをもういきなり、大体セクション4つぐらい分けて、はい、もうそれでもういきなり作り始めちゃうんです、うん、で必要な知識とかもう少し表現うまい表現ないかなっていう場合は、まあ、ネットでいろいろ情報を調べたり本を読んだりして、まあ、補足をして、はい、まあ、それで完成させるので、はい、早いものだと1時間ぐらいで出来上がるものもあれば、うん、なかなか長いもの12、3分ぐらいの動画になっちゃうものだと、はい、あの何日かかけて分けて作ったりとかっていうふうにかかるものもありますね。なるほどですね。まあ、そういったこう手間というところがかかるものに対して、うん、YouTube でやっぱりよくあることっていうのは思ったよりもなかなか最初見られないとか、うんうんうん、再生回数が伸びないなとか、うんうん、なかなかこう視聴維持率が伸びないなとか、うん、こういうのもあると思うんですけど、うんうん、こういったところの部分っていうのはどのようにしてこう、まあ、どんなことがあってどういうふうにしてそれ乗り越えてきたような感じでしたか。なんかそうですね、いきなりなんかいっぱい見てもらおうっていうのはあんま考えてなかったですね、はい、どっちかっていうとコンテンツを貯めていくことに時間を割こうと思ったので、うん、だいたい1年ぐらいで100本目指そうっていう目標を決めて投稿していたっていうところはあったので、はい、とりあえずまあひたすら作り続けるみたいなところだけで突っ走ってきた感じですかね。なるほどですね。ああでもやっぱりそこはやっぱり YouTube の場合ってある意味すごい大事なところかもしれないですよね。うんうんうん、そうですね、うん、やっぱりこう動画がまずないとチャンネルの魅力は全然上がらないですもんね。うん、うん、なるほどなるほど。あと実際にこう YouTube を始められてこんないいことがあったとかここがすごく良かったなって感じたことっていうのはどんなことがありました。そうですね、一つはそのやっぱり自分が伝えたいことを、うん、こう資料にするっていうスライドに起こすっていう作業をすることで、はい、より自分の知識が深まったというか体系立てて人に伝えられるようになったっていうのは一つ、うん、あのメリットかなと思っているのと、あとはやっぱりそれをこう仕事しながらこうイヤホンで聞きながらこう仕込みしてますよとか、はい、あとはなんかこう気軽に質問いただけたりとか、うん、なんかそういうこう飲食で働く人からこう相談があったりとか、はい、まあ、そういうつながりが生まれるっていうのは、まあ、このチャンネルを作った目的にも合致するので、はい、非常に嬉しいことだなと思いますよね。うん、なるほどですね。あとはですね、あの僕自身も今ね実はやっぱりちょっと悩んでるものとしては、うん、やっぱりこうチャンネルの登録者数がやっぱりある段階まではカーって伸びてたんですけど、うんうんうん、ある段階を超えると急にストップみたいな感じになってきてて、うんうん、結構そういったところでやっぱりウリュさんのチャンネルもまあどちらかでもこういってる感じなんで、この1900今やっぱりこうチャンネル登録があるで、まあその1000を超えるということがまだやっぱり YouTube を始める中で一つのやっぱ基準というところにはなってると思うんですけど、ここを超えるために非常にこう大事だなってまあやりながら気づいていって、実際に超えたことで気づいたことっていうのはどんなことがありましたか。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは飲食店の楽しさを届けるために全国の飲食店経営者の対談動画、一押し看板グルメ、飲食店の集客に役立つ情報を中心に届けております。ぜひチャンネル登録もお願いします。